キューバ、ハバナにあるアーケードの一例。日光が差す回廊を歩く児童。アーケードは、柱で支えられる連続したアーチやボールとのことで、また、それを用いた通路や歩道。現代では、アーチの構造とは、必ずしも関係なく、天井を覆った歩道や、商店街をアーケードという。アーケードは、古くから知られていたが、古代ローマ建築において、発展を遂げた。 西洋では後に、バシリカ式教会の内部や、修道院のクロイスターに用い、壁の表面に装飾として、アーケードを配置した、ブラインドアーケードも出現した。イスラーム建築では、アーチの形の種類が増え、アーケードも広く用いられた。都市において、通りに面して立つ、建造物、古くから街を囲む城壁の内面、中廊で覆われた橋などはすべて、 小さな店舗や露店が立ち並ぶ広く一般的な場所となっていた。これらは太陽光や天候から守られ、また多くの人々の徒歩での通行を引きつけた。そして時代を超え、アーケードという言葉はとりわけ通りに沿って並ぶ行商人の間でよく使われるようになった。1784年にはフランスのパレロワイヤルにショッピングアーケードが建設され、 壮大なショッピングアーケードとして最も初期の例とされる。19世紀には鉄とガラスの屋根で覆ったショッピングアーケードが登場し、イタリアではガルレリア、フランスではパサージュとして知られる。ショッピングアーケードは後に百貨店やショッピングモールへと発展した。このアーケードという言葉は他に一列に連なって、 食べ物や様々な種類のゲームと結びつけられたグッズなどを売る各地の遊園地や車肉祭でも取り入れられ、それぞれアミューズメントアーケードやミッドウェイとして使用されている。その後1905から1910年頃に効果を入れて遊ぶ遊具などが並びペニーアーケードと称され遊園地に常設されるようになった。またペニーアーケードで設置されていたゲームは アーケードゲームとして定着するようになり、1970年代に起こった電子ゲームの爆発的人気以来、アーケードゲーム専門の施設が作られた。こうした施設は、英語ではビデオアーケード、アーケード、日本語ではゲームセンターと呼ぶ。また、家庭用ゲームと対比する言葉として、アーケードが使われることがある。クリーブランドのダウンタウンにある、クリーブランドアーケード。 写真は1960年代後期のもの。ありがとうございます。